スイス国内、ドイツ、イタリアなどで広く運行されるリ486系、バーゼルバディッシャー駅、2010年、BLS カーゴリ486系電気機関車は、スイス最大の私鉄である、BLSAG の貨物輸送部門である、BLS カーゴで使用されている電気機関車である。アルプスコイルートの一つであるレッチュベルクルートを用する、BLSAG の貨物輸送部門である、 BLS カーゴでは、ボンバルディアトランスポーテーションの安価な、複数国体大きであるトラックスシリーズの F140、AC1 型であるドイツ上ニューヨーリ485系の増備を計画していたが、この増備をスイス連邦鉄道の貨物輸送部門である SBB カーゴのリ484型と同等のイタリア国鉄に乗り入り可能な硬直療用多電源機とすることとなったため、 F140MS 型折486型として2007年に重量を発注し、2008年10月以降、順次導入されているのが本機である。本機は、ボボの車軸配置及び、VVVF インバータ制御による27パーミルで700トンの列車を、牽引可能な最大 300KN の牽引力と、ドイツ、オーストリア、スイス、イタリアの4カ国に対応できる。 各種装備を持つ。なお、車体、機械部分、台車、電気部分、主電動機の製造はすべてボンバルディア、トランスポーテーションが担当しており、本機のプラットフォームは D485 系のトラックス1からディーゼル機関車兼用プラットフォームであるトラックス2となっている。各機体の基板、UIC 基板と製板、製造年は以下の通り、ありがとうございます。